こんにちは。ドライボーです。ドライボです。ギターとベースの音楽ユニットです。あれ？見えてないみたいですよ。どうしました？お？何か、あれ？そうだ。ドライボーの基地変わったんですよ。フライボの基地だったんですね。あそこフライボーの基地です。そうですね。はい。基地変わりましたんで、はい、新しいところに行きますんで。はい。よろしくお願いします。はい、せーの。ああ、ああ、どうも、改めまして、フライボーです。フライボーです。ギターとベースの音楽ユニットです。日焼けしました。見えてるかな？後ろから見るとここすげえわ。こっち？こういうこと？ああ、そういうこと、そういうこと。あ、ここだね。ああ、来てるね。ああ、来てるね。来てるよ。ローション塗らないと。で、今、アキムが超えた時に気がついたけど、うん、俺も背中に反射板ついてあ、本当だ。あれ？ワークマン？ワークマン。あ、ワークマン。ドリで似た感じのだなと思って、俺もワークマン。わからずとも、今気がついた。いいよね、ワークワークマンいいよね。私もワークマンですよ。そんなわけでですね、フーライボーの基地が変わりまして、引っ越しました。どうですか？白ベースで。あ、でも前も白ベースか。うん。でも、前より、なんだろう、いい感じです。洗練された感じ？洗練はどうかな。いいじゃないですか。前みたいに映したくないものがあんまりないんで。あ、そう。そうですね。あ、それはでかいです。それはでかいですね。むしろこうちょっと壁とかをもうちょっと、なんていうの？もうちょっとなんかいろいろしたい感じだけど。一瞬見ていただきたいぐらいのはい。勢いでございますが。今回から、はい。フライボー、こちらの基地を使って、はい。基本収録していきたいなと思いながらも、ひょっとしたら、違うところでやる場合も出てくるかもよ、という感じで、そうですね。進めていきたいなと思いますでございます。ということで。いかんせん、タズのアジトからは遠くなりましたか。そうなんですよ。意外と、ちょっとした、小旅行みたいな。ね、ちょっと旅だよね。ちょっとした旅になってるんでね。あの時間を飛行機に乗ったら、まあまあ行けるからね。あ、そう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 。サウジアラビアぐらい行けんじゃないですか。サウジアラビア行けないけど。UAE とか行けんじゃないですか。行けないけど。沖縄行けんじゃねえかな。あ、行け沖縄行るかけるな。ね。行ける行ける。千歳は行けるよ。千歳1時間半だと。全然。千歳で着いてちょっとラーメンぐらい増える。そんぐらいの距離感になりましたんで、今後ともこの景色に慣れていただきたいなと思い次第でございますが、俺が慣れてねえからさ。そう。何せ。俺はだいぶ慣れてきたけどね。慣れてきた？さすがに。正面がね、窓なんですよ。ほうほうほう。私、作業場で。風水的にはあんまり良くないらしいんですが。あ、そうなの？なんかカーテン閉めたらいいよっていう。カーテンを閉めました。もういいらしいですよ。東向きの、机は、発想力がどう良くなるという風水があるらしいです。向こう東。向こう東です。じゃあ、新たな発想力、期待しながらも、その発想力、だから、今日はあれです。タケノコ流しについて、あ、そうね、お話ししようかと思うんですけど、うん、ここに来て1曲目の、あれだね。そうですね。もうガッチガチで、もう、引っ越しの準備、うんぬんかんぬんで、押し押しになってしまいまして、タズはやきもきしてたとは思いますが。まあでも、せいては、ことを子孫じるとは言うけど、でももうちょっとせいて欲しかったなと。それは、ごめん。なんか重なるときって重なるよね。そうそうそう、重なるのよ。あれやって、これやってが重なるんで。うん、まあ、それで、まあ、引っ越してきて。でも、急いで作った割には、クオリティ悪くないです。あ、そう、全然。でも、ね、その前の段階、引っ越す前の段階に、基本はできてるよ、テーマできてるよ、って言ってたから、安心はしてたんだけど。メロと展開は多少頭の中にあった、あ、そうだ、本題に入る前に、はい。引っ越し祝いがあるんですよ。あ、ありがとうございます。持ってきましたね。はい。ちょっとお待ち。もらえるものは病気以外いただきます。はい。ほら、いつものように、無骨な無駄な放送、ね、無駄な放送はいらんっていう。SDGs だね。SDGs。環境に優しいね。爪がないね。オープンします。爪がないね。指気をつかない。よし。引っ越し祝いはね、もうこれしかないだろうなと。
一択でした。なんだろう、なんか確認しないんだけど、これはなんだ、何何これ。あ、もこれ何、これはね、俺も中見てないんだけど、これがね、こうなって重いって、これ重りだね、切ってるね、多分ね、あ、灰皿、そう、しかも蓋付きだからお外に置けるよ、あー、いいじゃない、お外に置けるよっていう、そうなんだよ、部屋内禁煙にしたんですよ、こうか、こっちか、そしたらネジがあんのかもしれない、こっちにもね、穴が開いてるから、これが蓋、そう、これが蓋、まぁ、ちょっとこんな感じよーみたいの見てもらえる、で、長さがね、これ調整できるはずって書いてあった、うん、あ、本当だ、で、要はこれがこうなる、 どっちがどっちだろう、で、多分土台をどうやってつけるかはあれなんだけど、まあ単純にこれにこう土台がくっつく感じだね。と、お外でタバコ吸えますよっていう。ああ、いいじゃん。超いいじゃん。高さも変えられるし。一択でした。ここの組み立てで時間終わってる場合じゃない。いくらなんで。タケノコ流しをね、ご紹介しなきゃいけない。ありがとうございます。後で組み立てます。後で組み立てます。OK。ということで、はい、そんな時間がない中で、秋野さんに作っていただきました。そうね、もう、だいぶ喋っちゃう。タケノコ流しでございますが。はい、簡単に、どっちが見るんだかわかんないけど、簡単に、今回、あれですか、制作過程で、なんか、きっかけ、その0から1にするきっかけみたいのは、あ、なんか最近、季語からこう、俳句の季語からこう、うん、なんだろう、アイデアを得るみたいなのがちょっと好きで、おうおう、調べてたら、まあ、知らない言葉を使いたいじゃない、インスピレーションって。タケノコ流しって出てきたからさ、うん、お超うまそうじゃんと思って。え、どういう食べ物を想像したわけでしょ。そう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 。どういう状況を想像したの。流しそうめんのタケノコ版があるのかなと。ああ、あの細く、そうそうそう、刻んでさあ流してくるみたいな。あるいはあのタケノコの刺身を冷やすみたいな。ああ、はい、はい。洗いみたいな。ああ。想像したら。あ、うまそうだけどな。うまそうじゃん。刺身、タケノコ刺身食ったことないけど、うまいって言うしさ。うん。うん、と思って探してたら、タケノゴ流しという、タケノゴ流しという言葉を見つけたらそういうイメージかなと思って、うん、意味を調べたら、あー、なんてことはなく、竹林に吹く、湿気を含んだ風のことだったそうで、うん、なんか地方によって言い方変わるらしいんだけどね。ほうほうほう、まあ、ちょっと言葉的に面白いし、うん、TV にもしやすいじゃん。まあまあね、竹の竹林ね。そう。タケノコ流したったからね。おい、ね、衝撃映像だよ。あ、いいじゃん、いいじゃんと思って、ああ、竹林ね、こう、サワ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 、ササガサ、こう、サワ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 ってやった。川上からさ、タケノコ、ドンブラック、ドンブラック。あ、いいじゃん。ちょっと衝撃映像でした。あれは面白かった。うん。もう、問題ね、ほんと、もう、まるっとしたタケノコを流しちゃったけど、まるっとしたタケノコって、意外にタケノコって認識しづらいね。ああ、そうね、うん、うん。いい素材もなかったので、あれでやったんですが、まあ、あれはあれで面白いかな。うん、お皿に乗った竹の子、どんな子、どんな子。ちょっとシュールだよね。ちょ、あの、一寸法師っぽいよ。あれは面白かった。まあ、あとメロディーは、まあ、いつも通りなんとなく。うん。そんで、あの、なんだろうな。あれの前に、あの曲をがポッて出る前に、カノンかなんか弾いてたんだよね。ほうほうほう。だからああいう感じでメロありきのみたいな、うん。本当はカノン進行でちょっとやりたかったの。カノン進行にならなかったので、うん、ぶつかっちゃって。ちょっとコード進行は変えたんですが、まあ、ああいうのもありかなと。
ギターちょっとフィンガリングがね、運指っていうか、めんどくさいかなと思ったけど。いや、でも基本、うん、スケールに乗っかってるやつだから、あ、そんなに、うん。そうね、今回あんまり俺の好きなあの6とか出てこなかったね。テンションとかそんなのなかったよね。オーソドックスはオーソドックス。そうそうそう、まあ、竹林に吹くのだから湿気を感じさせるのにどっかちょこっとだけいじった気がしたけど、なんか特にそうでもないかな。まあ、ベースもそんなに、まあソロはあれだ、別個にして、うん、そんなに特別なっていう感じはなかったもんね。うん、オーソドックスに攻めてくる感じ。そうそう、シンプルが楽なんですよ。うん、楽しようとしてるわけではないんないんだけど、なんかやっぱメロが動くとさ、ベースあんまり動くと気持ち悪いじゃん。うんうん、動いてるメロの後ろでベース。まあ、あ、それがいい効果を生む時ももちろんあるんだけど、うん、今回は。あれでベース動くとね、タケノコ流しっていうよりは、こうちょっと濁流感が出ちゃうんだよね。出ちゃったんだよね。一応試してよ、みたいな。おお、はいはいはい。なので、まあ、こんぐらいがいいかなと。シンプルなやつが。うん。ギターもシンプルだしね。シンプルだけど、うん、メロディーの一回し目、二回し目、四、うん、回し目と全部お尻が違うから。そうだね。っていうのをね。ああ、そうね。うん。だん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 だもんね。そうそう、あれはね。だってって。そこでも覚えちゃえば、フレーズを覚えること自体はそんなに、うんうん、難しくなかったけど、その、もらった楽譜のね、竹林に吹く風を意識して、みたいな。あ、そこが書いてある。でもスタッカートあるしな。風を意識したスタッカートが難しいな。あ、そうか、テミュートの方が風っぽいけど、でもね、テミュートだとね、なんか違ったんだよね。だから俺はじゃあ散歩するイメージかなと思って、うん、その真っ先に竹林っていうところ、うん、よくね、嵐山の、あ、京都のね、そうそうそう、の竹林の散歩道あるじゃないですか、竹林の小道、うんうん、そうそう、あれが思い浮かんだから、あそこをこう歩いてる感じかなと思って、こんな感じ、うん、テン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 って弾いたな、うん、面白いノリで。今回のギターあれなんですよ、うん、一つもやってないことがあるんですよ。何？チョキング？チョキング。おお、やってないの、そういえば。うん。それちょっと意識したの。あれ、ビブラートは？はしてるけど。あれ、ベンディングビブラート？うん、普通の。スライドビブラート、ベンディング。普通のベンディングビブラート。で、ソロも、ワーオーワーオーみたいなのあるんだけど、うん、後半に、うん。そこ全部スライドでやる。あ、今回意識してね、あ、うん。そうね、チョーキングはちょっと違うよね。うん、流れる感じは出ねえなと思って、うん、流れるといやスライドだろうと思う。そのまんまで。そのまんま。うん、そう、今回ね、そんな、裏テーマもありながらも。俺もなんかベースソロなんか一拍六連の最近好きなやつだな。うん。ドドペドドペのやつだね。うん。ドドペ。ドドペ。一弦でドドペ。表裏表裏だとアップとあれが入れ替わるから。ドロリ、いや、ドロリティルティルリなんで。うん。結局、親指で叩く弦を変えてるだけなんだけど。うんうんうん。なんか、風っぽいなと。うん。風っぽいっす。うん。輪をかけちゃったけどね。うん、うん。いいじゃないですか。でも、多分ね、ちょっとね、うん、インパクトどっかに欲しいなっていうのもあって、うん、で、ほら、ソローの後の、メロディーに回すところ、うんうん、俺がちょっとあそこ。ああ、あれよかったね。そう。重ねる感じ。ディレイとかかける感じ。そうそう。で、あれ、実は裏で、メインメロを普通に弾いてるっていう。うんうんうん、ちょっとね、こう、聞いてると迷子になるんでね。そう、竹林の小道で迷子になる感じ。ああ、いい。うん、で、どうって提案したら受け入れてもらったんで。うん、あれよかった。で、あれはいいや。ね、リズムの方も変えてもらって。うん、あれ、ちょっと、箸休めにいいぐらいの感じになってね。いい、うん、いい展開だった、うん。俺のテーマ、テーマ、テーマの繰り返しが飽きづらくなんだね。そうそうそう。かなと思って、あれは俺なりにちょっと、うん、手抜きではないのよ。うんうん、簡単なフレーズにしてるけど。いや、よかったよね、うん。そうそうそう。ああいうのはやっぱりメロ弾く人のアイデアがいいよね。うん、
ったら、ね、俺のその想像してたバッキングに直してくれたから、うん、ああこれですっきりしたわ、そんなのもあって、だからなんだかんだ短期間にしてはそこそこ手凝ったことやりましたよっていうそうね、変な話、じゃあ短期間だと難しいからじゃあ3ヶ月まるまるやりましょうかって、それだからいいのができるとも限らないかもしれない。そうだよね、どうやったって締め切りがギリになるのは何なんだろうね、うん、あれね、なんだろうねじゃあスタートしますっつって3ヶ月後ゴールですっつって、もう絶対最後の2週間ぐらいに詰めに詰めに詰めに、すんごいギリギリになるあれは何だろうね、何だろう、マーフィーの法則的なもんかな夏休みの宿題で、あ、まあまあそうなんだけどね、最初の3日ぐらいでバーやってさ、うん、で、ここまで行けばもう終わるわ、残りをさ、うん、のんびりして最後の方にやろうって言ったらさ、最後にすんげえ詰まってるっていう、まあでもいい感じに仕上げてくれましたけど、うん、よかったですよ。で、うん、こんな感じでってね、生の音と LINE の生の音と、うん、エフェクターかけた音と送って、俺こんな感じのイメージでやりたいんだけどっていつもみたいに仮ミックス送って、うん、おお、じゃあ こうするわさ、あのギターの音は俺には多分、あ、なんか言ってたね、うん、出なかった音だと思う、あの発想はなかった、そんな何もしてない気がするんだけど、おそう、いや多分、うん、竹林をイメージしてこういう音作ろうかなって、あの音は多分俺作れるよ、あ、そう、うん、ライブでやるとか言ったらちょっと悩むね俺のエフェクトのあれを分解してだよね、そう、どう組むかだよね、足元で解析してどうするかなみたいになるけど、うん、まあライブでやるんだったらちょっと途中の息抜きにいいんじゃないですか、うんうんうん、思いますよ。あれとあの ラベンダーじゃねえや、ライラを続けるとメロ迷いそうだね。あ、そうね、うん、俺っぽいメロが口ずさめるんだけどね、ちょっと混乱するかも。そう、混乱するかも。まあでも良かったです、うん、まあ、そんなこんなで、うん、竹の子流し、5月の22日20日、うん、公開しておりますんで、はい、MV もあの竹の子流れてくるところを見てちょっとシュールだなって笑ってくれれば、ね、うん、笑える曲ではないんだけどね、ちょっと面白かったです、すげえシュールですすげえ普通になんかカチカチやっただけのようじゃん、というのも見ていただければなと思いますので、はい、竹の子の流し季節新曲20弾です、第20弾でしたよ。ああ、そう、20曲入れましたよ、大変ですよ、あれカバー曲抜いてね、抜いてもう20いった、うん、あ、純粋な季節新曲だけど20曲入れました。あ、10曲やってるんですよ。そうだね、うん、頑張ったね続けましょう、3桁いこう、続けましょうなこんなでよろしくお願いいたします、はい、チャンネル登録、高評価の方も、はい、若干ですが、上回ってきておりますので、はい、よろしくお願いします。今後とも何卒よろしくお願いします。ということで、竹の子の流し聞いてくださいよという回でございました。また、次回よろしくお願いいたします、はい、ではさようなら。